ザルツブルク州は、オーストリア共和国を構成する9つの連邦州の一つ。州とは、同盟のザルツブルク市。ドイツ語で特に区別して表記する場合、ザルツブルク州は、ラントザルツブルクあるいはゾルツバーガーラント、市は、スタットザルツブルクとする。オーストリア全土約8万4千平方キロメートルの8.3%に、当たる7150平方キロメートルの面積を、 占める人口は約53万人で、オーストリア全人口の6.4%である。最大の都市は、州都のザルツブルク。オーストリアの中央やや、西寄りに位置し、北東で、オーバーエスターライヒ州と、東で、シュタイヤーマルク州と、南で、ケルンテン州と、チロル州の東チロルと、西で、チロル州の北チロルと、北で、ドイツのバイエルン州と接する。 南西ではかつてオーストリア領であったが今日ではイタリア領ボルツァーノ自治県となっている南チロルと接する。ザルザフハ川から方円ザルツブルク城を望む州の大部分がアルプス山無役北東部にあたり、州内を南西から北へ逆エルジに流れるザルザフハ川沿いに都市が発展してきた。南部にケルンテン州、チロル州の東チロルとまたがって、 オーストリア最高峰のクロースグロックナーさんがある。また北東部のザルツカンマーグートはザルツカンマーグート地方のハルシュタットとダッハシュタインの文化的景観として世界遺産に登録されている。ハルシュタット文化の墓の一石のスケッチ現在のザルツブルク州に人類が居住を始めたのは新石器時代に遡る。続く青銅器時代と鉄器時代にはケルト人による ハルシュタット文化が栄えていた。ローマ帝国は、紀元前15年にこの地を征服し乗り組む俗州を置いた。乗り組むからは塩、金、鉄そして毛皮が輸出され、イタリア半島からはオリーブオイルやワインなどが輸入された。5世紀にはゴート族、バンダル族、アラン族そしてフン族の侵入を受けた。乗り組むの使徒と呼ばれる聖、セベリノが活動したのもこの頃である。 476年には西ローマ帝国が滅亡し、6世紀にはバイエルン人が定住するようになった。現在のザンクト・ペーター修道院7世紀末、ボルムス司教だったセールーペルトは、バイエルン部族大公のテオドニ世に洗礼を施し、領地の寄進を受けて、ローマ都市ユバウムの跡地にザンクト・ペーター修道院を建立した。彼は、初代ザルツブルク司教とみなされている。 798年、ローマ教皇レオ3世は、ザルツブルク司教あるのを大司教へと昇格させ、バイエルンの四司教の上に置いたため、ザルツブルクはヨーロッパにおける伝道の中心地となった。ザルツブルク大司教は、東方のスラブジニーの宣教を行い、またアギロルフィング家の歴代バイエルン部族大公からの寄進もあって、領地を拡大していった。 東方への拡張は907年に大司教、ディートマール一世が、マジャル人との戦いで敗死すると中断したが、955年に、東フランク王夫一世が、レヒフェルとの戦いでマジャル人を破ると再開された。中世初期の女人権闘争において、大司教ゲプハルトやコンラート一世は、強硬派であったため追放され、隠しを余儀なくされた。しかし1200年に即位した、 エーバー・ハルト2世は神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世を支持し、彼のもとで世俗主配権の強化と領地の大幅な拡大に成功した。このため、エーバー・ハルト2世は両方ザルツブルクの父と称されている。最後の領主大司教となったヒエロニムス・フォン・コロレード伯爵。彼はモーツァルトの最初のパトロンとしても知られる1803年。 帝国代表社会議主要決議によって、新生ローマ帝国の正界諸行は世俗化されることになった。大司教ヒエロニムス・フォン・コロレドも領主権を失い、代わって元トスカーナ大公フェルディナントを初代大公として、ザルツブルク選帝公国,国が設置された。しかし1805年のプレスブルクの和訳において、オーストリア帝国がチロルなどをフランス帝国側に割譲した保証として、 ザルツブルクを獲得することになった。フェルディナントはビュルツブルク選定公国を与えられ、ザルツブルクはオーストリアの一州となった。続くシェーンブルンの和訳でザルツブルクはバイエルン王国へ活上されたものの、ウィーン会議によってオーストリアへ復帰した。第一次世界大戦に敗れたオーストリア・ハンガリー帝国はパリ講和会議によって民族自決に基づき解体されたが、 ドイツ人が多数を占めるザルツブルク州はオーストリア第一共和国の連邦州に止まった。1920年にマックスラインハルトの提案したザルツブルク音楽祭が始まり、ザルツブルクは観光産業が発展していく。1938年にナチスドイツはオーストリアと合法し、翌年ザルツブルク帝国大管区を設置した。ドイツが 第二次世界大戦に敗れた後、ザルツブルクはアメリカ軍の占領下に置かれたが、1955年にオーストリアは連合国との間にオーストリア国家条約を調印して独立を回復した。1995年にオーストリアが欧州連合に加盟したため、バイエルン州との国境における入国手続きが簡略化され、ドイツをはじめとする各国との交流が活発化している。 また1996年にはザルツブルク市の旧市街がザルツブルク歴史地区としてユネスコの世界遺産に登録された。ザルツブルク州の州議会の定数は36議席で任期は5年である。伝統的にオーストリア国民党が強く1945年から2004年までの州首相は一貫して同党から排出されてきた。 2004年の衆議会選挙では後議席増と躍進した、オーストリア社会民主党が第一党となり、同党のガブリエレ・ブルク・シュターラーが、ザルツブルク州発の女性州首相に就任した。2009年の衆議会選挙でも SP が15、議席を得て第一党の地位を維持したが、2013年の選挙では VP が第一党となり、同党のビルフリート・ハスラウアーが首相に就任した。 2014年2月時点の各会派の議席数は、オーストリア国民党11議席、オーストリア社会民主党9議席、緑の党7議席、オーストリア自由党6議席、チームシュトロナフ派3議席となっている。第一共和国での州首相と、その在任期間は以下の通り、ナチスが設置したザルツブルク帝国大韓区の帝国、大韓区指導者と、 その在任期間は以下の通り、第二共和国の州首相とその任期は以下の通り、ザルツブルク州は5つの軍に分けられる。軍は自治体ではなく行政事務を処理する州の出先機関である。また、州都のザルツブルクは軍に属さない検証都市に指定されており、軍の業務も独自に処理している。また、ザルツブルク州を構成する基礎自治体は、 合計119ある。このうち11自治体が、市、24自治体が、町の指定を受けている。ザルツブルク州の軍及び、検証都市の区分。ありがとうございます。